三浜町の周辺では温暖な気候を生かし、およそ400件の農家が超極早セミを育てていて、中でも糖度が10%以上などの基準をクリアしたものが、三重の一番星のブランドで出荷されます。町内の農園では朝早くから農家の人たちが、ハサミで一つ一つ丁寧に摘み取っていました。今年は雨が少なかったため、実はやや小さめですが、 その分糖度のノリが良いということです収穫作業は今月下旬まで続きます